こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。前回までの動画をご覧になりましたか？前回までは潜在意識の中では過去の自分がまだ生きていて、いろいろなシーンで過去と同じ反応をしているということをお話ししました。例えば、あなたが職場で何かで感情が動いたとき、その感情はずっと過去の自分が感じているものかもしれないということなんです。感情が動いたとき、それが過去の自分から来ているものなのか、現在の自分のものなのか、どうやったらわかるでしょうか？他の人が見たら、そんなに感情的になることでもないという場合は、大概過去の自分が反応しているのです。それでも本人は納得できませんよね。こういう時は感情が先行して論理的に考えられなくなっているのです。これは確実に過去の自分が反応している状態です。だから本人は周りに自分の気持ちを分かってもらえないと感じています。あなたがもし自分の苦労を分かってもらえないとか、自分は不当に扱われていると感じているなら、それは過去の自分が反応しているために周りと摩擦を起こしている可能性が高いです。ということは、潜在意識のコントロール法を学べば過去の自分の反応を変えられますから、これらの問題がなくなるということなんです。だから学ばないと損ですね。では今日の勉強を始めましょう。今日もまず最初に知っておかないといけない基本的なことをお教えしますね。4つの基本の知識のうち、今日のテーマは3つ目、潜在意識の中のインナーチャイルドです。潜在意識の中にはたくさんの過去の自分がいるという話をしましたね。あなたが何かを悩んでいて、変わりたい自分もいるのに、どうにも変われない時は、潜在意識の中の過去の自分の一人が足を引っ張っているのです。この自分を変えることができれば、あなたの潜在意識がコントロールできるというわけです。現在の問題を作り出している過去の自分をインナーチャイルドと呼びます。インナーチャイルドには2種類あります。一つは何かの体験によって傷ついてしまっていじけているインナーチャイルドです。例えば、自分は仕事で頑張りたいのに目の前の上司とうまくいかないという時、実はインナーチャイルドが上司を嫌がっているのです。こんな時、インナーチャイルドはお父さんと上司を混同しています。インナーチャイルドは、だってお父さんは私を認めてくれないんだもんと、過去の思い出を元にして現在の状況で同じことを感じています。インナーチャイルドは昔お父さんに怒鳴られた体験のことを言っているのかもしれません。その体験が何歳の時であっても、問題を作っている自分は全部インナーチャイルドと呼び、6歳の姿でイメージします。ここポイントですよ。もう一つのタイプは、ただ子供のままのインナーチャイルドです。これはいつも遊びたい、勉強したくない、面倒なことはやりたくない、好きなことだけしていたい、みんなに注目されたいというインナーチャイルドで、傷ついた体験ではありません。これはただしつけないといけないのです。つまり、潜在意識のコントロールとは、インナーチャイルドをコントロールすることで、それは傷ついたインナーチャイルドと、ただ単に子供のままのインナーチャイルドの2種類があるということです。これを頭に入れておいてくださいね。